それでは、一般発表 A の4を行いたいと思います。視聴者の皆さんお願いですけども、Zoom でご参加の場合は、マイクをミュートにお願いします。また質問の方は、スライドの方にお願いいたします。それでは次の発表は、理化学研究所計算科学研究センターの川辺智弘さんによる iTown プラスチャウダーによる 3DWebGIS の分散レンダリングです。それでは、川辺様よろしくお願いします。川辺です。こんにちは。聞こえていらっしゃいますでしょうか。あと画面の共有も今してるんですけど、できましたはい、よく聞こえております。これも大丈夫です、はい。はい、ありがとうございます。それでは今ご紹介いただいたタイトルで、理化学研究所の川辺の方から、発表させていただきたいと思います。まず自己紹介です。皆さんちゃんと自己紹介書かれてるんで、今慌てて書きました。理研の計算科学研究センターというところで働いております、川辺と言います。ですね、最近ですとスーパーコンピューター富岳が世界で一番早いということで何度かニュースになったところです。地元は埼玉県の飯能市です。で、OSM とかシビックテックのとの関わりについて、先ほどいろいろ書いてみたら結構いろいろあったんですが、今日これからお話しするのは私が仕事として研究開発をしているソフトウェアであります。2つ URL 書いておりますけど、赤字の方チャウダーというものについてご紹介します。川辺さん、はい、スライドの方が、はい、スライドショーの方が映ってないようなんですけど、あれれれれれ、上にバーが出てるってことですかね。上にバーというか、はい、なんて言うんでしょう、普通のプレゼンテーションの画面というか、あれれれれ、本当ですか。パワーポイントの画面がそのまま見えています。パワーポイントの画面で、そうですね、はい、ですね、今、発表モードにしてるんですけど、おかしいな、どうしたらいいんだろう全画面モードにしないとダメっていうことですかね。はい、全画面モードで試してもらえます。はい、共有をどこを選んだらいいのだあ、ですね、はい、Zoom の共有自身を、はい、全画面モードにするか、まあ、もしくはまあ、このまま進めてもらってもいいですか。よろしいですか。はい、じゃあこのまま進めさせてください。すみません、多分時間がないと思うので、じゃあこれで、まあ、なるべく大きく表示いたします。はい、ありがとうございます。はい、はい、すみません、時間を使ってしまいました。チャウダーというものについてご紹介します。チャウダーというのは、ウェブブラウザーで動くスケーラブルディスプレイシステムです。スケーラブルディスプレイシステムというのは複数のディスプレイを束ねて一つの大きな、表示空間を作る技術のことを言います。どのような仕組みになっているのかを簡単にご説明します。ウェブベースですのでウェブサーバーが必要です。ここではチャウダーサーバーといっている、今マウスポインター見えてますかね、Node.js で作ったウェブサーバーがありまして、ディスプレイの方は、まあ、この例ですと、2×2 の田の字に並んだディスプレイがそれぞれ1台ずつパソコンがつながっていて、パソコンは、ディスプレイ全体を、一つの、ウェブブラウザをフルスクリーン表示することで、まあ、この4枚のディスプレイ全体が一つのディスプレイになるように、動作させます。それから、まあ、この例ですと右上のに、写真がありますけど、まあ、1箇所に集まってタイルドディスプレイの前、そのスケーラブルディスプレイの前で、まあ、ディスカッションするみたいな時は、ユーザーがそれぞれ、手持ちのパソコンを持ち寄って自分のパソコン上の、他人に見せたいコンテンツを、自分のパソコンからチャウダーサーバーにアップロードすることでこのディスプレイ、タイルディスプレイの上に表示することができると。で、表示したコンテンツの大きさですとか重なり具合みたいなものはユーザーが自由にコントロールできるようになっております。で、表示できるコンテンツのタイプなんですけれども、インタラクティブテキストと言ってるのは、まあ、その場で編集したりすることができるテキストのことです。それから静止画、動画、ユーザーの PC のウェブカムですとかユーザー PC のデスクトップスクリーン、それから PDF などが表示できて、まあ、今日ご紹介するのは新しく 3DWebGIS が表示できますよということで、タイトルページにあった大きな画面なんですけど、これは、私の職場のところにある 4K ディスプレイを15枚束ねた横方向の解像度が 20K 解像度のタイルドディスプレイで、このチャウダーの、WebGIS ビューアーを使って、国土地理院の、航空写真地図に、デムを組み合わせて、まあ、富士山周辺の、
山とかを立体的に見てみましたという図です。で、3D のグラフィックを、表示するには、まあ、その奥行きですとか、まあ、奥行きに、相当してその、まあ、なんですかね、あのパースペクティブを、計算してあのレンダリングしなければいけなくて、まあ、通常はこういったそのカメラから向かって向こう側に見えているこの四角錐の中のあるとある面から向こう側のこの錐台と呼ばれている中のものをレンダリングします。で、錐台、英語でビューフラス、四錐台ビューフラスタムと言いますけれども、通常はこの左の図のようにビューフラスタムというのはカメラの中心軸に対して線対称な形をしているわけですが、複数のブラウザで一つの 3D のものを描画しようとすると、右の図のようにビューフラスタムを分割する必要があります。当然その、この例ですと3枚のビュー3つのディスプレイで分割する例を図示してますけれども、上と下の、ビューフラスタムは中心軸からずれた斜めったフラスタムになるわけです。で、こういったフラスタムを生成できるような、仕組みはないかなと思って調べたところ、 3JS のカメラ API がフラスタムをオフセットする機能があるということが分かりまして、じゃあこれをベースにしている、GIS ツールはないかなと探したところ、iTowns という、まあ、フランスの、国土地理に相当するところが主体となって開発しているソフトウェアに行き着きました。これがあのセシンも使ってない、一番大きな理由です。で、我々のその 3DWebGIS をどう 分散レンダリングしているかという仕組みを簡単な絵でご説明します。丸囲み数字の順番にご説明しますが、まずユーザーは、まあ、自分の手元のパソコンで iTowns ベースのブラウザアプリである Chowder GIS コントローラーというものを立ち上げます。で、見たい地図コンテンツがあるサーバーにアクセスして、まあ、コンテンツを取得してレンダリングするわけです。まあ、ここまでは通常の WebGIS ツールです。で、そうしますと、そのコンテンツの URL とカメラの情報、先ほどご説明したその止水台の、視点や画角といった情報をチャウダーサーバーに送信します。チャウダーサーバーが受け取った情報を、自分に接続している、チャウダーのディスプレイを構成する、各ウェブブラウザーに、その情報を転送します。そうしますと各ウェブブラウザーは、自分自身のウェブブラウザーがその全体の画面の中で、自分が相対的にどこにいるのかというのは知っているので、自身の止水台のオフセットを計算して、その、オフセットしたフラスタムの中のコンテンツ、まあ、ここでは地図タイルですけども、をサーバーから取得してきてレンダリングするということで分散レンダリングができるような仕組みを作っています。で、我々、先ほど申し上げたように、4K ディスプレイ15枚の、タイルドディスプレイを持っていて、これは縦列ごとに Mac mini が1台つながっているという状況です。つまりこれ、何を言いたいかというと、特別な GPU とかは使ってないということです。で、チャウダーとして使うときは、それぞれのディスプレイ上で、ウェブブラウザーがフルスクリーンモードで動いています。ブラウザー側は特に特別なプラグインとかはないです。で、これが実際に動いているところで、まあ、動画を動かしつつも、まあ、GIS のコンテンツも動かしますということをデモしています。それから続いて、2人のユーザーがそれぞれのパソコン上の GIS のコンテンツを、ディスプレイに表示して、まあ、お互いに見せ合いっこするというようなこともできますと。で、当然あのコンテンツの大きさも任意に変えられますといったデモの動画でした。で、ユーザーの手元で動いている GIS コントローラー、まあ、先ほど申し上げたとおりブラウザアプリです。特別なプラグインも必要ありません。どのような機能を持っているかご説明すると、まあ、通常の GIS ツールと同様に、レイヤーの追加や削除が可能です。今、右側の吹き出しをご説明しています。それから、iTowns ベースで作っているんですが、残念なことに iTowns は地図のアトリビューションを表示する機能がないので、今ここで無理やりですね、各レイヤーごとに自分でアトリビューションを書くことができるという機能を付け加えております。これで OSM の利用規約にも沿っているはずです。それから、左側の吹き出しですけれども、地図の下のところに、スライダーバーみたいなものがありまして、これは時系列データを、コントロールするコントローラーで開発中です。開発中なんですが、開発中というのはチャウダーに組み込むための開発をしているというところなんですけども、これのベースとなっているのは NICT で開発しているタイムラインJQuery プラグインというものがありまして、
汎用的に作られているものなんですけども、これを組み込むことを今 NICT さんと共同でやっております。で、あの赤い矢印にあるように、これ LOD チャレンジにエントリー中なので、もしナレッジコネクターのアカウントをお持ちの方がいらっしゃったら、ぜひいいねをしてください。で、まあ、通常の WebGIS 同様にユーザー定義のデータもオーバーレイできます。これは、ひまわりが撮った昨年の台風19号の写真を点群にして、5億点ぐらいの点群にしたものを、まあ、地理院の地図と重ねていますということです。で、実際にそれを動かしているところをムービーに撮れればよかったんですが、まあ、このご時世でなかなか職場に出勤して装置に触るのもできないので、これ私の手元のパソコンでウェブブラウザ4枚田の字に並べて、まあ、擬似的にやってるんですけども、あのご覧いただいているように、これ PO3 と言われているデータフォーマットで、階層的なデータフォーマットなので、近づけば細かい点群が見えて、離れれば荒くなるといったような、制御ができてます。それから、ひまわりのデータは雲頂高度データという、雲の高さを推定したデータを合わせて持ち合わせているので、それと組み合わせるとこんな感じで立体的に可視化することもできますね、ということで、あれ、これはどうやったら上に行くんだろうか。はい。で、まあ、雲頂高度データを、併用してみると、これは、沖ノ鳥島、南鳥島、あの自衛隊の地図、基地があるところですけども、の近くに台風の目があった時に、まあ、データの上でこんな感じで近くにあのベコッとへこんでる空間が見えたりして、これは多分観測時には見えなくて、後からデータをこうやって静的に可視化、コンピュ計算機的に可視化すると見えますよという、まあ、面白い例としてご紹介します。で、時間がないので、あと他にお見せしたいものとしてはこれがあって、ユーザー定義の CSV ファイル、緯度経度のデータが絡みとして存在しているものを読み込んで、物理量を棒グラフで可視化することができるというデモです。これは、昨年のどこか、1日の、地球上で起きた地震を、まとめた CSV データで、棒グラフの高さが震源の深さ、色がマグニチュードを表しています。で、こんな感じで、棒グラフみたいなデータも表示できて、これも時系列にでき表示できるように今、鋭意開発中で、目指すデック GL みたいな感じです。はい、ちょうど時間になったかと思うのですが、というわけで、このチャウダーというものをですね、GitHub で公開しております。 BSD2 ライセンスで公開してますので、まあ、商用利用であってもあのお使いいただけますと。で、もしお使いいただく場合はですね、202009という、なんていうか、あの味気のないブランチ名の味気、あのブランチがあるんですけれども、これが最新でかつ安定版です。で、最近ようやくラズパイ4でビルドができるようになりましたので、青学の古橋先生にも喜んでいただけるんじゃないのかなと思ってます。はい、以上で発表終わります。ありがとうございました。はい、川辺さん、どうもありがとうございました。ちょっと実物をオンラインなんで、実物の、その 4K ディスプレイが15台並んでるところで見れないというのが非常に残念な発表なんですけども、すみません。ちょっとまだ機会があったら、ぜひあのこちらでもう地図がぐりぐり動いてるところを見せていただきたいなと思いました。はい、はいはい。で、質問が上がっておりまして、はい、まず iTunes を使いこなすために苦労した点は何かありますかという質問が上がっております。多分まだまだまだ日本で iTunes を、はい、バリバリ使ったって事例、私もあまり聞いたことないんで、その辺の苦労点とかお聞かせ願えればと思います。はい、そうですね。まあ、開発自体はですね、WebGL とかが得意な業者さんと一緒にやらせていただいてるんですけれども、まあ、iTowns 自体を、その iTowns を使ってても思うのは、とにかくカメラのコントロールがすごい難しいですね。見たいところにこう思ったようにカメラが向かないとか、急に地面の中にめり込んだりするとか、そういったなんていうか使い勝手の部分ですごくまだまだこう課題が残ってるなというふうに感じます。はい、どうもありがとうございます。で、2つ目の質問で、視点を複数モニターで同期するということと思うんですが、早い視点を移動を行うとモニター間でディレイ、動きのズレが発生したりということはないでしょうか。します。はい、これはします。なぜならば、今ご覧いただいているスライドでもご説明しましたけれども、各ウェブブラウザというか物理ディスプレイが表示しているコンテンツというのは、それぞれのウェブブラウザが非同期的に、地図サーバーにデータを取りに行ってますので、まあ、ネットワークのバンド幅とか
まあ、その他もろもろあって、つまり、積極的に動機を取るような仕組みは入れてないのでばらつきます。はい、どうもありがとうございます。あと、この辺、時系列再生などはできるのでしょうかという質問、これ、はい、先ほど開発中というような、そうです、はいはい、開発中なので仮に来年この場で発表する機会をいただければその時にはできているかと思います、はい、ぜひ楽しみにしております。はい、ありがとうございます。はい、ぜひ先ほどの和山さんのジョーティフ JS とかと組み合わせて、あ、そうですね、本当にそう思いました。はい、できればセシウムを対象にしてないのか、セシウムなんですけど、はい、できれば面白いかなというふうに思っておりました。はい、どうも、川鍋さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。